こうやって一挙に見るのがちょっと今回新企画の見どころなんですけど、もうこれなんかすごい一個一個ね同じぐらいのサイズに切られて、しょこちゃんの気になってたニンニクもでーんと、うん、たこ焼き器なんですけどね、はい、そこにオリーブオイルを少しずつ入れて、あ、いいね、うん、そうそう、私の時はそのめっちゃ失敗しちゃって油跳ねがすごくて、そうなんですよ、で、うまくできなくてずっとあちってやってましたけど、一緒にやってた人と。おー、なるほど。MC の豆助です。よろしくお願いします。この番組はですね、世界の料理を知れば人生はもっと楽しいというコンセプトで、世界の料理好きな皆さんと食にまつわる情報で異文化交流しようという番組でございます。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。お願いします。お願いします、はい、よろしくお願いします。さあ皆さん、改めてねご報告になりますが、プラネットオブフード無事ですね登録者1000人超えを果たしました。お二人のお力もあります。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいおめでたい。はい、お願いします。これまあ年末に向けてっていうかな、これねまあ記念なんで、あゆみさんにねぜひね飛鳥さんへのラブメッセージもらっとこうかなと。いつか飛鳥さんがメッセージをくれるんじゃないかっていうライブです。いやもうそうなったら、ま、お祝いしましょう、お祭りしましょう。だからこういうのはね、もうマメスクバカなこと言ってんじゃないよってなるでしょ、うん、違うんです、口に出すんです、こういうことは夢は叶うんですということで、あゆみさんせっかくなんで飛鳥さんへの思いをですね、この番組を通じて一言メッセージいただけますか。じゃあ飛鳥さん、なんて言っていいか分からない。急に乙女になっちゃいましたね。飛鳥さん、いつもありがとうございます。いつも拝見してます。そして、今このプラネットオブフードっていう YouTube の番組でご飯いっぱい紹介してますので、飛鳥さんも見てもらえると嬉しいです。そしていつか出てください。じゃあね、バイバイ。はい、やば、いただきました。届くかな、この思い届くかな、うん、歩み見てるよっていうのをね、こういつか帰ってくるんじゃないかっていうのを胸に秘めながら生きていくっていう、こういうワクワクが大事です、うんうん、それが人生のスパイスです。はい。ということでね、今日はこのメンバーと一緒におしゃべりするだわーん。わーん、見てみー。今回のテーマはこちらです。新企画、3日で給食。朝食、ランチ、ディナーの3食の3日間の計9食を教えてください。そこから普段のこだわり、ライフスタイルを深掘りしていきたいと思います。まずはですね、あゆみさんの給食マップを用意しました。一体どんな特徴があるのか見てみましょう。こちらです。こうやって一挙に見るのがちょっと今回新企画の見どころなんですけどね。しょこちゃんどうですか、パッと見。なんか小麦粉料理のパンとかそういうもののレパートリーが結構あるなと思ってて、なんか単純じゃない。例えばその食パンと、あとワッフルと、あと何ですか、パンに挟まってサンドイッチみたいになったりとか。なるほど、はい、なんかレパートリーがあるなって。あと気になったのが、ディナーの右上のニンニク丸ごと1個ですね。あこれはどうするんだろうっていう。いいですね。あ、やっぱそういうとこ見るんだな。うん、まずはね、1日目のブレックファーストから見てみましょう。したこれトーストですかね。あとマーマイトっていうんですか、これは。はい、これはね、イギリスの伝統的な食材で、でも有名なんです。何ですか、マルマイトって。要は、はい、ビールの酒粕みたいな感じ。残り物、沈殿物とか。ジャムっぽい感じでパンに塗って食べるんだ。そうです。バター塗ってからパンに少し、ちょっとしか塗ってないでしょ。あれすごい塩辛いんで、たくさん
塗りすぎるともうだだ辛くて食べれない。食品、すごく体によくって、ビタミン豊富だし、鉄分も入ってるし、妊娠してた時にね、食べたらいいですよって言って、助産を受けたら、そうなんだ。面白いね。これは何ですか？フライドチキンが入ったラップで、スーパーで買ったやつ。仕事の時とかやったらもうスーパーとかに行って、ラップ買ったりとか、マクドに行ったりとか、そんな感じで。まずいです。まずいか。まずいの？マシなの選ぶけどやっぱりまずい。普段はね、もう仕方なく食べるぐらいなら食べないんですけど、他の人と一緒にいたりとかすると、いやもう私食べないっていうのもちょっとなんなんで、一番無難そうなのを選んだ。いざ食べてみたらがっかりしちゃったっていうパターンですね。なるほどなるほど、そういうことか。じゃあ続いて夕ご飯ディナー行きましょうか。これは何ですか、はい、タイですか？クロダイみたいなやつですか？そうですね、そうやと思う。当たってた。この間ほらしょうこちゃんスペシャルやってたでしょ。はい、あれ見てつくづく私のさばき方に恥を感じたんですけど、この間見たらもうペラペラだったでしょ。ペラペラだったね。ちょっとざっくりな感じに見えたんですが、これはどんな風に調理したんでしょうか。こうしてみると別に切り身変じゃないですね。でもこれなんかすごい一個一個ね、同じぐらいのサイズに切られて、しょうこちゃんの気になってたニンニクもデーンと、はい、じゃあちょっとこちら次の写真見てみましょうか。いやー、これまた見事ですね。おたこ焼き器なんですけどね、はい、そこにオリーブオイルを少しずつ入れて、アヒージョか。そうそう、スライスしたニンニクを入れて、あ、そっか、酢を入れてアヒージョにする。あとこの右側のやつは何ですか、赤いやつ。これエビですか？カクテルエビ。それは、エビ。茹でたエビが売ってて美味しそうだったんで、買ってみて。はい。それも剥いてそのまま食べたり、アヒージョにしたり、お好みで。ねえ、でもちょっとエビでかくてはみ出ちゃうけど、別に鉄板っていうか、たこ焼き器に乗せりゃいい感じに仕上がるわけですね。そうですね。中に、丸っこくなってるたこ焼きの中に入れるんじゃなくて、その上のところにのっけたりしてました、ね。それでいいんだ、もうすでに茹でてあるんで、さっと、さっと炙るというか、それだけでいい。ねえ、どう？しょうこちゃんとこういう使い方はしたことはある？たこ焼きアヒージョ、ちょっと流行った時、数年前流行ったんですよね。そうなんだ。そう。それで、やったことあります。ただ、私の時は、めっちゃ失敗しちゃって油跳ねがすごくて、そうなんですよ。で、うまくできなくてずっとあちって やってましたけど、一緒にやってた人と。なるほど。たこ焼き器ブルーノっていうメーカーのレシピ本がついてきて、でそれを見て、ああこんなんできるんやと思って。なるほど、そうなんだ。すごいパーティー感あって勉強になりました。楽しいです。はい、わかりました。じゃあ続いて2日目の朝見てみましょうか。はい、ワッフルだ。市販のやつですね、ワッフル。ベルギーワッフル。はい。はい、もうシンプルですね、やっぱね。はい。ベルギーワッフルってマネケンみたいなやつですか？そうそう。そうです。通り。なんか、日本でも馴染みあるから想像つきやすい。美味しいですよね。美味しい。マネケンマネケン、マネケンというメーカーがあるんですか？ブランドがあるんですか？そう、あれ大阪だけ？大阪だけかな、店舗あるの。ワッフル専門やね。そう、結構いくつも店舗があるんですよ。はい、全国じゃないみたいですね。じゃあ、いやでも銀座あります。銀座、秋葉原、八重洲、池袋、全然ありました。ワッフルもなんか2パターンぐらいあるじゃないですか。フォークとナイフを使ってこうちょっとシュガーを振りかけるような、なんだっけ、知らない。ホットケーキみたいな。そう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 。ブリュッセルワッフルか。なんかいわゆるちょっとフォークとナイフを使うようなのを、こういうブリュッセルワッフルっていうんですけど、イギリスだと別になんか
どっちが主流？さっきあゆみさんが食べてたようなのが主流だったりする感じですか？あのね、両方ありますね。あ、やっぱ両方あるような感じなんですね。そう、四角いのもあるし、丸いのもあるけど、あの、美味しいのはさっきのやつ、分厚いから。でもベルギーとか行ったら、朝ごはんの、ほら、バイキングあるでしょ？うん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 。あそこ、ワッフル用のコーナーがあって、うん、ホットプレートみたいなあって。流し込んで作って、そのまま食べれる、はい。食べるみたいな。うんうんうん、はいはい、やっぱ向こうはね、食文化っていうか、アイテムの一つとして本当身近ですよね。うん。はいはい、わかりました。じゃあ続いて、はい、2日目の昼ランチ行ってみましょうか。ね、うん、出ましたね、まな板料理が。あゆみさんのまな板料理、やっぱこう絵になるな、いつも。いや、思う、綺麗。まあ、サンドイッチですよね。サンドイッチですね。パンが、フォッカチアのスライスしたのが売ってあって。スライスしたのが売ってると。うん、はい。で、それにいろいろ詰めただけです。蜜に切ってあるでしょ。うんうん。うん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 。一人で多分全部食べきれへんちゃうかな、私はね。あれ、中身は何が入ってるんですか？ハムと、うんうん、キュウリとレタス入ってるやつ。ああ、意外とシンプルな感じ。そう、それぞれ違うんですけど。そういうことか。種類別にこれ分かれて置いてあるんだ。なるほどなるほど。なんか一人一人前の感覚で見てたんだけど、そういうことじゃなくて種類別に山になってる感じ、うん、そうそうそう、いろいろ食べれるように違うの。なるほど、うん、素敵、うん、そう主婦の素敵な知恵もなんか見て気持ちいい、うん、そういう感じ、うん、感じるよね、うん、素敵だな。わかりました、はい。さあ、そして2日目ディナー見てみましょうか。お、あ、これはこれもこれあれかな。ああ、しょうこちゃんなんだと思う。セビチェ、うん、みたいな。そんな感じ。それとカルパッチョの間みたいな、あいのこみたいな、うんうんうん。はいはい。美味しそう。前の日のタイ、うん、なんでしょ、うん、あれ、4キで取れるやんか。うん。あの2キレだから。うん。うん、2キレは、昆布締めにしておいて、冷蔵庫に戻して。はい、で、うん、何しようかなと思ってて、ちょっと食べてみたら、はい、あ、臭くなかったから、うんうん、これいけるわと思って、うんうん、こんな。いいな。うん、美味しかったこれ。見事だな。美味しそう。僕昆布締めやったことないんですけど。あ、私も初めてやったんですよ。あ、そうなんですか。なんかふと思いついて、あ、やってみようと思って。うんうんうん。うん、あんまり新鮮じゃなくても、うん、昆布締めにするとなんか美味しくなったりとか、うん、聞いて、うん、乾燥したわかめに挟んで締めるみたいな感じ。いや、乾燥はしてない方がいいですね。なんかお酒をちょっと振りかけたりとか、あの水分ちょっと、うん、あの含ませてちょっとふにゃっとさせた方が良いと思います。あの乾燥してるとその水分が全部魚取られちゃって取られちゃうからカサカサになっちゃうから、うん、昆布締めはそのなんかその三枚おろしで切ったお魚だと大きいので、ある程度ちょっとちっちゃくした方があの昆布の味の染み込みも早い均一になるので、うん、あのまあ、ちょっとは切った方がいいかなと思いますね。一晩ぐらい寝かせてみたいな感じなのかな。なんか一晩だったらかなり味昆布の味が強くなっちゃうので、うん、あのもう言っちゃえば20分とかでもいいって聞いたことありますね。そうなんだ、はい、そうなんや。そんなにしなくてもいいみたいなのも、うん、まあ、でも好みじゃないかなと思います。その昆布締めの味にどこまで魚を持っていくかだと思うんですけど、うんうん、はい。あゆみさんそれどれぐらいつけたんですか？私は一晩置いときました、うんうん、でもね、あのいいお魚じゃなかったからそれでよかったと思う。うん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 、いいお魚やったらもったいないよね、うん、きっとね。うん、わかりました。はい、じゃあちょっと次の写真を。ああ、これはそして残ったのでさらに焼いてみたいな。そう、これはね、うん、あのもともとは思いつきでやってみた、うんうんっていうのは、もう何年も前にお魚のクッキングコースっていうのに行ったんですね、一回。
レストラン、いつもあのよく行ってたレストランで、うん、そういうクッキングコースみたいなのがあって、うん、行ったので、お家で初めて騒いだところ、うん、いっぱい身が残っちゃうと。うん、これはあの食べないともったいないからっていうので、うん、お酢を振って焼いて食べたらめちゃめちゃ美味しかった。それが始まり。じゃあ、遠火でじっくり焼いて、うん、あのヒレとか骨とかももうバリバリ食べれるし、最初のねあゆみさんのあのさばいたのを見たときに、あれあのあゆみさんがププーみたいな思ったんだけど、あのこれしょうこちゃんにいじられちゃうのかなとか思ってたんだけど、いやいやいやこの流れで見たときに、ああれあれでなんか計算し尽くされて残してるのか、そのためだったんですね。へー、うまいなと思って、見事だなと思って感心しちゃった。いやでも出汁とかにも良さそうですね。なんか焼いてから出汁取るとか、うん、なんか方法あったりしますよね。うんうん、やったことないけど、はい、余談なんですけどね、今思い出したんですけど、お魚コース行った時にこっちのねお魚ナイフっていうのを初めて見たんやけど、はい、柔らかいの、こうふにゃふにゃするよ。へえ。日本ってなんかデバ包丁とかそういう、はい、ガチですよね、うん、そう全く逆で薄っぺらくって、細くってあのこれぐらいの小さいやつでね、でそれをねふにゃふにゃするのを魚 の, あの骨にこうなんか沿わせて切るみたいな感じ。え、難しそう。もうなんか、ね、やっぱ国によって違うんやなと思って、そうなんですね。へ、うん、こちら最初のね給食マップで出てきた餃子みたいなのも入ってます、うん、そう、うちの冷凍餃子って皮がめちゃめちゃ分厚いんですよね。あ、で私は餃子はあの焼き餃子は皮が薄いのが大好きやから、うん、焼き餃子には使えないっていうことで、うんうんうん、あのほぼスープに餃子にしちゃえばっていう、うん、あ、いいな、いいですね。いや、猫もいる、いいな。あ、いいな、本当だ。かわいい、素敵な一枚だな。これはいいな。一応、そしてご飯も用意されてるんですね。はい。はい、うん、旦那様とお子さんもご飯食べられるんですか？はい、うん、食べます。ご飯大好き。なんか、うん、イギリスではでも一般的ではないですよね。お米をそんないっぱい食べるようなご家庭って。うん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 、うん、一般的じゃないですね。たまにシチューとかと一緒に、うん、カレーとかね。はいはい、はい、でも、うん、でもね、茹でる感じ、ご飯は。パスタみたいな感覚。え、茹でるの？ご飯。おかゆみたいな。パスタみたいに、はい、あのたくさんのお湯で茹でて、でそれをあの お湯を切って、はい、食べる感じ。あのね、炊くっていうと、そのお米を入れて、うん、お水を入れて、そのままお水がなくなるまで炊くでしょ、普通は。いや、それです。そういう感覚がね、あんまりないんですよね。もう米、ま、米 の, あの質が違うっていうのもあるんですけどね、日本のお米みたいに、あ、あの、ね、もちもちしてないし、ポサポサやし、それはでも衝撃でしたね、私は見たとき初めて。いや、そうですよ、ね。どういうことか。ロンググレインライスっていうかな。初めて聞くな、わかんない。あゆみさんのお家では、それ茹でてるってことですか？うん、違う違う、私のお家では普通に炊飯器があるので。あ、ごめん。ですよね、よかった、ダンスの。俺もそうだと、もうこれは炊いてるやつじゃないのかと思って。よかった、これは炊いてるやつね。これはもう日本食材屋さんで買ってる。なるほど、なるほど、うん。はいはいはい、わかりました。さあ、そして3日目の朝見てみましょうか。あ、きゅうり？きゅうり。お漬物？漬物にさらに醤油と生姜ですか、これは。浅漬けはお醤油と生姜で食べないですか、きゅうり。え、そうなの？浅漬けはだってもう浅漬けで味ついてないですか？しょっぱくないですか？ついてるんですけど、うん、美味しいお醤油と生姜、うん、あれ、しょこちゃん食べへん、うん、そんな風にして。ね、あの私の父はがお醤油と一味唐辛子とかする、ね、とつけて食べたりしてます。マジで、うん、してます。
出ます。大阪だけの文化じゃない。わかんない、どうだろう。それ、一般的じゃないよ、関東、東北では。何を言ってんのかよくわかんない。他で見てた光景。なんで漬物しょっぱいじゃんって思うけどね。これは荒出汁で作った。いいな。なるほど。さっきしょうこちゃんちらっと言ってたけど、うん、焼いたお魚を出汁にしたら美味しいよねっていう。うんうんうん。なるほど。まさにそのまま。いや見事だね。そうやって全部無駄なくね、出汁取って、うん、ちょっと贅沢ですね。ああ、なんか動画もあるっていうんでね、ちょっと美味しそうな感じ見てみましょう。お、ああ、ね、いいですね。うわあ、これ絶対美味しいよ、これ。いいね。はい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 。いいな。旨味しっかり出てる感じある。しっかり。いいですね。お出汁出した後、全部取って猫にあげた。なるほど。すごい、なるほど、最後まですごい、すごいね、うん、買った時はだってあんま良くないお魚じゃないですか。ここまでなんかしっかり食べ尽くすのがもう、うん、もう涙です、もう、はい、いい話聞いてたもん。嬉しい。じゃあ続いてお昼ご飯、フォーみたいな感じですかね。あのそう、ライスヌードルでフォーって平べったいやつでしょ、それの、はいはい、細いバージョンかな。これは前日の、あの餃子入ってたスープの残りを使って、そこにライスヌードルを加えた。なるほど。美味しそう。辛くしてる感じですかね。うん、なんかね、ね、うん、なんか一見トムヤムクンみたいな風に見えるけど、うんうん。そうそう。私のだけトムヤンペーストを入れて。うんうん、あ、やっぱそうなんだ。辛くした。はい。息子の方は、トムヤン入ってなくて、そのまま、うん、ライスヌードルだけ入ってるんですけど、ダディがトーストをつけて食べてるのを見て、彼もやってた。ああ、真似する。もう旦那さんの食べてる写真がまたいいんだよな。本当に美味しそうにね、3日間食べてないぐらいの表情で食べてくるから。美味しそうなんだよな。どんなに美味しいんだろうって感じで食べてるもんな、いつも。はい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 、わかりました。もういいですね。さあそして晩ご飯、はい、これベニーって書いてるんですけどね、ベニー、はい、うちの息子の名前がベンジャミンなんで。なんだ、かわいい。あー、いいですね。いいですね。うわ、美味しそうだな。うん、息子さんが好きなような感じなのかな。そう、ご飯何にするって言ったらもう絶対オムライスって言う。かわいらしくていいな、うん、この足を組みながら貫禄あるぐわーいってのかな。すごい体勢で食べてるんだけど。うんうん、かっこいい。あ、そしてこちらはもう一品みたいな。これは、七面鳥のミンチと刻んだ野菜を炒めて、ちょっとカレー風味にした。そしてこれあれですか、なんか レタスっていうか、なんかで巻いて食べる。うん、私ね、何でもレタスで巻いて食べるのめっちゃ好きなんですよ。うん、あ、こんな風にして。はい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 、ご飯のせて、さっきの具をのせて、うん、で、パクチーとかハーブとかをのせて、うん、でこれハラペーニョものせてる、うん、あと生の生姜、うん、で、こういろんなこう食感を味わって。そうですね。すごいな。今回はカレー風味なんですけど、その時によってはオイスターソースにしたりとか、まあ違ったソースを使って違ったお国のお料理にしちゃう。これね、お野菜の比率の方が多いんですよ、お肉より。で、お野菜も歯ごたえを残してあるんで、あのダイエットに最適なはず、これは。そうなんですか。うん、確かに。いっぱい噛むと、お腹いっぱいになるでしょ。うん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 。で、お肉はちょっとしか入ってないけど、入ってるからお肉の味が濃くするし、うんうんうん、これは牛肉とか豚肉のミンチでもすごく美味しいし、うんうん、これこのままご飯にのっけて、うん、スプーンとかで食べて、ドライカレーみたいな感じで食べたりとか。でもいいし、なるほど。
タコライスじゃないけどちょっと乗せて、そうそうそう、レタスちぎってご飯のご飯とその具材の上に乗せてもいいし、うん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 、めちゃめちゃ簡単、ね、これ、うん、いやなんか勉強になるな、うん、勉強になる本当にうん、アレンジ能力みたいなのが主婦の鏡だなと思って、うわすごい、うん、いやこれねまたねまたどっかで、はい、やりたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。